どうも皆さん、おはこんばんにちは、おとじゃです。毎週金曜21時配信スタート、オトライブ。今回プレイするのはチラザートさんの作品で、赤マント初期の方になるのかな。すごいね、ずいぶんレトロな感じになってますけど、赤マントもうスタートと、あと言語設定変えるとクレジット見るゲーム終了しかないので、行きますか。早速、皆さん心の準備はよろしいかな。大丈夫。本日もたくさんの方見に来ていただきありがとう。ゆっくりしていってくださいね。頑張ります。マイコ、これは罰よ。なんか絶対楽しいって言って、ちょっとあれだね、お化け屋敷というか心霊スポットみたいな感じで来てる。これ彼に近づくからよ。何、なんだ、急に怖いぞ。そっち逃げようとしても無駄だから。え、そうよ、春な。無駄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 。あ、なんや、どういうこと。お、わ、舞に、いや、舞子と春菜だ。どういうこと、急いでくれる。早く行ってもらわないと帰れないんですけど。ほんとざいんだけど。無駄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 。あ、そう、そういう感じね。しかもなんか、あれな、この子たちの気になる子に近づいてしまったがゆえにこんなことになってると。舞にめ。なんだろう、ちょっと画質があえてこういう感じなんですけど。あー、廃校舎、なんか不法侵入してない？走れる。あー、雰囲気出てるね。レッツゴー。いいのかな、入って。あ、入る。他に入り口はないかな。あ、正面からちょっと入れないわ。まあ、どうか。うん、校舎だね。古い。ダメだよ、勝手に入っちゃ。こっちかな。もう一つ入り口あるぞ。裏口ってやつだな。ドア、入れた。え？暗。なんだ？トイレから回れ右してスリッパに行きます。行方不明の少女、トイレ回れ右、トイレ、あ、開いた。ちょ、怖いんですけど、やめて。あと急に静か、思い出か。やめて、このビ音小さくてドーンはダメよ。なんだ、中島、噂のハンサムな転校生じゃないか。来てから1週間しか経ってないけど、もうお前の名前をよく耳にするよ。どうしたんだい。厚志、てんてんてん。まあ、そんなに話すほうでもないか。また小林の奴らがお前に何かしてきたんだろう。てんてんてん。あいつら目立ちたがり屋だから、お前がみんなの注目の的であることが気に入らなかったんだろう。お前はいじめの対象になりやすい性格だったと思う。あいつらはめんどくさい奴らだとは思っていたが、小林は校長の息子だからな。一つだけ案がある。最近買ってきたこのテープレコーダーでいじめの証拠を残せば、校長も黙ってるわけにはいかないだろう。若島、頭いいね。何？え、これ落書き？おー、赤い髪、青い髪。髪。あ、待って。
赤い紙だ。古い鍵だ。え、怖い。あ、いいんじゃない？ちょうどいいんじゃない？どこの鍵だこれ。ここか。なんすか。え、あ、隠れる要素があるの。引き出し、しかも下から調べられる。なにこれ。ライター、明るい。やめてくれ、急に出てくるのだけはやめてくれ。赤い紙ゲットして、なんかのあれ、ダークパワーがドアを押さえてるって。今んところはマジで、すごくグラフィック味があるんだけど、しっかりと調べられる。入る？すごいな君、ここ入れんのかい。なんかあるよ。え？エクスカリパールがあるよ。紙と鍵、これ以上持てない。何君。1、2、3、3つしか持てないの。どうすれば。あ、落とした。ライターがないと全く持って調べらんねえな。どこでバールが必要なんだろうね。隠れる聖なるバールがあったね。ドア、なんだこれ。スイッチ動かない。電気ボックス、ヒューズがないから。これなんだよ。どんだけその行方不明のやつ貼ったるんだ？後ろ側でロックされている。通れねえのか。あ、すごい。なんか急にプレイステーションみたいなメニュー出てきた。プレイステーションゲームみたいな。体力設定があるのかい。後ろ型、あれ？バールでどうにかする感じ？今んところは、じゃあ、鍵は置いてって、え？うん、バールゲット。バールを？どれで使うんだ？え？怖えな。なんかこじ開けるような。これで正面回るのか？なんだろう。で、闇の力をバールで。ダメだ。あー、こんなところに板が。はい。コメントがさ、みんな音でかいらしいから、それでびっくりしてしまうみたいな。から俺が一番怖いのよ今。それがいつ来るかわかんねえからさ。換気扇だ。あ、痛い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 。換気扇に指突っ込んだな。ダメだよ、痛いぜ。長いね。怖い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 。なんだ。あ、わけわかんないよ。どこまで行けばいいの。なんか出てくんの、こんなとこ。お、外します。
イレ。ああ戻ってきた。帰ろうよ。帰ろう。ヒューズを探さないといけないんだね。え？急に左側にスタミナゲージ出てきた。どこだ？ここか。うん。わあ、わけわかんなくなりそう。お？インディゴ色の髪。これは青い髪じゃないの？いやー、待って、バール、バールも使うのよ。でさあ、ここにも、びっくりしたー、ドアが勝手に動いてるだけかい。とりあえず落としとくか。集めといて。暗ーいよねー。何？向かねえ！何やってんのあれ？めちゃくちゃでかいムカデいたぞ。危なぁ。いや、あれに噛まれたのか俺さっき。ここにもう一枚紙があったのかな？関係ないのこれ。で、ムカデが巡回してるんで。左。登って換気扇。すげえ登るじゃん。ああこれで、お、赤いボタンを押すだけで録音できる。すでに俺がこの会話を録音しているがな。このボタンを押すと巻き戻しができ、忘れた場合に備えて今言った全てを再生できる。最後に記録しようとして捕まらないように、落ちないように常に安全な場所に保管しておけ。わかったな。てんてんてん。まあいらなくても一応持っとけ。また面倒なことがあるかもしれないが、直接俺に話したくない場合は俺にテープを渡して聞いてやるから。俺に頼っていいの？中島は、俺はお前の評議員だからな。ありがとうございます。てんてんてん。中島さん、すみません、これがおそらく最初で最後の録音になると思います。あっち、何考えてんだ。小林たちが言ったことは真実からそれほど遠くはない。それにいつも僕と比べたら大したことじゃないんです。お発しなが、違うことに。やめ、向かってくる。ムカデが徘徊しとる、ここ。奴の住処に私が邪魔してるようなもんだからな。うわ、落ちるぞ、これ。うわ。なんだ。怖えな、やめて。あ、なんだこれ。オレンジ色の髪。あ、ロックを外した。あ、ただいま。3枚集まったよ。はい。じゃあ、ムカデがいた奥の方行かないとね。今んところさ、あのダークパワーのとこに何かが封印されている感じなのかな。ムカ
かてどうしよう。いたんだよな。今ね、少しずつ私のマップがね、埋まってきてはいるんですけど、この先行けてない。でも、ムカデいるわ。こっちから行こう。え？行ける場所多いな。あ、こっち行こう。やべ、ムカデ来てる、早よ！早く！ん？カバンが散らかってるね、中身が。え？なに？どうした？え？なんだ今一瞬。ドア開けているパターンだけやめて、マジ。なんだこれ。クモ殺しスプレーみたいな手に入ってなかった。これ何、ムカデに？なんでここだけトイレドア閉まってんだ。やめて。クモでも出てくんの？やべえな。中に入っちまったようだな。何あれ、何これ。うわー、夏か。うわー、くれー。あ、ちょっと待て。ドゥン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 。あ、あ、あ、音、音、でかい、でかい。これは、なん、なん音、でかい。なんだあいつ、ポータルから出てくるぞ。レイスなのか。静かになったな。あ、ケーブル、あ、これがあればいいのか。あ、びっくりした。なんか積んだのかと思った。よし、ケーブルゲットしたから。え、これムカデ痛い。おお、いや意外とタフ。主人公タフだよ。コードつけてみるか。マジで何なんだあいつ。どういうこと？異次元のパワーを持ってるな。何？何なのその銃は。これは別に、なんだ、電源でも入ったのか。闇のパワー、ああんの野郎。え、やばい、あいつのポータル開いてるぞ。なんかそこら中にあんだけど、ポータルがよ。困っちゃうね。まあ、上から落ちてきたんだ。急に出てきたら、ちょっと心臓が。赤い文字は奴がそばにいる。なんてすごいシックスセンス持ってんだ、こいつは。どうしようかな。え、一回、これ、え？あ、今出ようとしてるってこと？せっかくだし入って。赤い文字見えたね。あれ、あんな、うっ、いる？意外と主人公がビビってるだけでは。
このスイッチは後ろ側でロックされている。このスイッチが何と連動してんだろうな。やばくね、あ、やばくね。いますよ、いますよ、警報が。いねえわ。上とかにいんのかな。もう一回あっち側入らない。まあでも多分一回だと思うんだけどね。あ、おお、井戸はやばいっておい。さあ、レコを栄養ドリンク。井戸はやばい。ん？こんにちは？人間と話…え？井戸が話してる？井戸子なのか、井戸移動なのか、何なんだろうね。赤い髪を取ったんだね。気の毒に。どうした？助けてほしいと。そんじゃあ、コインを投げなくちゃな。なんだって。コインくれたら話そう。マジか。マジか。まだ体力大丈夫だから、アイテムはこっち置いといて。困るねー。はい。バールもまだ使うだろうから。やばいやばいやばい。コインを見つけたら、井戸のとこ持ってくるか。ここを見れてない。換気扇、おお、びっくりした。花？何？何、花って。プラスチック製の花、おそらく解剖学モデルの一部。ああ、人体模型か。花？花ゲットしました。いや、人体模型って怖えな。必ず学校の階段だと出てくるやつだけどさ。ちょっと、ムカデさん。ムカデ、あ、でも多分あれか。要所要所にある恥を捨てられる場所は、ムカデをスルーする場所なんだな。の、これ。こちらへの。おらーい、おらーい、ムカデさん通りまーす。皆さんどいて。いったー、尻尾にまで判定あんのかよ、お前。やるじゃねえか。随分と元気いっぱいなムカデだ。あ、やべ。ドルン。穴落として、理科室見つけないとね。で、1階はまだ2階のとこ換気扇止まるように設定するか。わあ！ちょっと待って。あ、痛い、もう。マジかよ、あいつ角待ちしてやがった。どこ行きやがった、おい。まだいんのか。しかもアイテム落ちたわ、ビビって俺が。フランクリン持ちじゃねえかよ。一応画面がじゃあ変な感じになったら近くにいるかもしんねえから警戒すると。こっちだけ行っちゃって、
ここを降りるとどうなるのか。おん、なんだ部屋だな。ちょっと回復したいよね。なんもないんかい。2階、3階かな。ずいぶんと上がったんだね。問題このよくわかんねえ場所で。おお、7つのパーツを持ってくる。もうずいぶんリアルな人体だね。赤マントを避けながら、何これ。おー、懐かしいな。朝顔とかね、やったわ。種どうすんだろうね。お、早速あるぞ。ほら、新しい肋骨だよ。すげえ音で入ったな。ドゥクシッ。朝顔ひまわりやめろ。僕夏じゃねえか俺の。録音だな。てんてんてん。ミスター M、お前は歩くそうなに似ている。だからお前はバスを受けるべきだ。ほら、よく人はこう言うだろう。美しさは内側にあるものだと。べし。何？終わり？ペンペン。ペン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 。入れる。とりあえず種、種どこ持っていく種？何階建てよここ。やべえ、ワープポータルが。後ろ側マジ。あれかな、左のポケットと右のポケットと、あと胸ポケットしか入らないんだろうな。音でけえなこれマジで。ああ、でもなんか最速でロッカー入ったら見逃してくれるな。ああ、びっくりした。びっくりしたな。でも徘徊してんのは。どうしようか。とりあえず逃げ道を。あいつポータルで移動してっから。オッケー。遭遇するときの音が超怖いな。今度こっちにして。やばい、あいつまた飛ぶつもりだ。航空を使うぞ。で、種とあと花持ってって、もう開いたから。ムカデをさ追い払えない。まだもう使わないバール。これやられたらどうなるんだ。まだあと1段階あると思うんだよね。あぶね。デンジャーあると思うけど、ダンガーが、ダンガー。ちょっと、回復使うのをね、考えちゃうよね。まだ1個しかねえからさ。マジあの尻尾。お前何やってんだ、この。右が行けるようになるのかな。行けるようになるわ。よし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 、そういう感じね。いやー、でもこれマッピング能力必要だね。あれは何の光？よくわかんない。
と隠れる場所がないうちに。オッケーオッケーオッケー。食堂だね。なんで釣り竿がこんなとこにあるんだ。冷圧を感じないぞまだ。お、自販機だ。あー、コインあるかな。鼻をな。え、なんか移動してる。なんか移動してるな。あ、音が来る。基本でも音重要だな。うわ、こっちにいる。ただここ隠れると見えねえ。あっち行ったか。本日のメニュー、なんだよ。自販機は、あー、でもコインがあればドリンクが買えて回復できるって話。ずいぶんと広いね。あー、もう使っちゃおうか。お、回復した。なんだろう、なんか人玉みたいのが移動してる。食べてる暇はない。それそうだ、作る人がいないよ。釣り竿が食堂にある。釣り竿で何すんだ。怖えな、正面から出会うのがやばい。ほらー、スタミナスタミナ走って、私に追いつけると思ったのか。ポーン。おっと、やっば、前から来るか。どうするよマジで。これ理不尽な野郎だぜ。とりあえず新しいアイテム取ってくか。あ、ボンボンボンピボンブンブン、ピンポンパン。マジで急に流れるじゃん。お、やべえな、この音。チャイム、鼓膜破壊しに来てんじゃねえか。おい、ちょっと待てって。でも、後ろから人玉来てんぞ。全然こっちから回れねえじゃん。あ、なんだあれ。お面が浮いてる。何、あれつけたら俺スーパーハイパーモードになれないのかな。どうしよう。くらっ、もうめっちゃ徘徊してる。能面が飛んでんだけど。ポータルずるいって。しゃがんで入れる。スタミナ管理かな。やべ、後ろ湧くわ。何？振り払う。これが雲か。いったばっか。あれにキルされるんだけど許されるんだ。なんだこれ、もうよくわかんない。こっちが、こっちが。出れねんかーい。よし。ルート増やしていこうぜ。これあれだな、さっき。おい、雲やめろ。雲、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 雲。殺虫剤はこいつに必要なのか。よし。あなたよー。来んのかよ、来いよ。右側でワープの音聞こえるな。チャージが始まってるぞ。ほっ、やべ。で、とりあえず行けるところは行ったね。
ええ。釣り竿をどうするか、バールあっち置いてきちゃったから。栄養ドリンク。この二つの使い道がわからん。またその時が来たらだな。いっぱい持ってた方が見つけたものを回収できるから。コイン欲しいよね。コインどこにあるんだろう。自販機あたりで手に入るかなと思ったんだけどね。俺またあいつがワープしようとしてる。もう一個こっちは？こっち見てないんだよね。難しい。うわ、なんだ。あ、いや、え？あ、そっか。一回じゃあこれ持って帰ろう。持って帰ってもいいし、持ってってもいいのか。あの奥が行けてねえからさ。あそこすげえ。セキュリティレベル高いんだよね。セキュリティシステム、能面が存在するからさ。どうしたらいいのって話やね。あっちの奥行きてんだけど。これ、覚えなきゃいけないから、大変だな。マジって。すんごいね、このグラフィックが。あれ、ムカデさん来るんですか？能面セキュリティが高すぎる。あ、来る。わお！なんて不快な音。そして、ムカデ先輩が、バーロー！あ、行って。早く行って。ムカデ先輩に一発食らったわ。こっち行ってないんだよな。あ、よしよし。うわぁ！能面が能面が通ってった。なんだおめえ、能面こっちにも出てくんのかい。広いなぁ。回復ミッケ持ってこう。これで少し無茶しても大丈夫だ。左腕が転がってるわ。あー、ちょっと落ち着こう。雲のスプレーいるか。よし、うわ、あい、あの野郎、ポータル横に作りやがった。できればロッカーだね、やっぱ周り見えるから。ん、俺出たらいるのやだな。なんでしょう、ポータルずるいって。お、クモがいる。あ、こっちにロッカー。あっぷ。今、右通ってるわ、これ。おいおいおい。おいおい、ずっと近いぞ。近いぞ。ずっとい、え、もうこれどうしたらいいのこれ。出待ち、あー、能面インカミン。能面がふよふよしとる。でも能面に反応してるんじゃなくて、これ赤マントに反応してるんでしょ。消えた。
まだ近い、まだいるじゃねえか、おい。ねえ、これくるくるって書いてある？これどうしたらいいの、これ。いなくなったか？本当に大丈夫か？雲が寝てんだけどね。雲に引っかかんないようにしてね。これ聞いてて大丈夫？最近ますます悪化している。父さんは今まで以上に酔って帰宅してくる。顔をやられたのは今日で初めてだ。え、バカじゃん、読んでる。いつまでも一緒に見られる気づけなかったのに痛い。でもなんだか血を見ることに怒り、こうくそバカ、もめんが。これ読めねえ。落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて入りましょう。はい。おい、読めねえって。そりゃ読んでるときは時間止めて、マジで。いったー、まだ大丈夫。みんなもうパパパってやるからさ、読んどいて。あれ、赤マントアツシ。おおっ、なに、ツインズ的な。ドキドキする。あー、やつに見つかると赤マントが来るわけね。おはん、動けないもん。めちゃくちゃここらへんあれじゃん、巡回が。アラート状態になってるよ。ポータル作ってるし、すごい力を手に入れたもんだね。俺はこっち行きたいだけなのに。出会った時の音がでかすぎてよ。あー、ゆるっちてー。外外外外、どこまで走る。あー、わわわわ、待って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 、意外と避けられんのかよ。まからこっち、左行け、右、タタタタタ、ノーメンカモン、ヤッホーす。え、なんで、むちゃくちゃやな、なんでや。勝手に出たんだけど。避けれたわ、やつの攻撃。怖え。ロッカー出されたわ。なんか、あれだ。醤油ポンプあったわ。醤油ポンプだった。ね、ポンプあった。あれは何に使うんだろうな。もう全然進むな、ほんとに。ここらへんやばい。お前らは、あ、雲その位置はずるいって。ダメんだよ、こっちのレン。右で音。あ、ぐるっ。ノーメン。ルシルシ。脳みそあったねー。ウブブブブブブブ。まだいるんだよな、ふわふわ。ここにいる、ここにいる。で、
あ、本かな。ノー。シュールだね、ノー。回復置いてって。あ、近いぞ、またもう。出会うとびっくりなんだ。いや、むちゃくちゃな入り方してくるんじゃねえか、お前。せめて扉開けろ、ほんとに。あいつ、霊体か。畑落とせ、まったくもう。何ふわふわ浮いてんのよ。いや。まあ、基本的には、ノーメンセキュリティシステムで、アラートが発生すると、もう、赤マンと、アツシがやってくるんだろうな。あれで叩き割るか、あれ。お、やべやべやべ。この音がするときは、ワープしてる最中なのかな？デモゴルゴンしてる？ずーっと出てんのよ、近くにいるのが。来るよ、来るよなのよ。やー、来るよ、これ。きっと来るよ。いやいや、ちょっと。クリアリング癖づく。うわイエーイヤッホー。いい角待ちだったな、お前。ゴーストフェイスかよ、まったく。今のはよかった。マジでいい角待ちだわ。あー、びっくりした。何回耐えられるんだろうね。信号消してるよ、あれ。まだ大丈夫だな。まだおんのかい。おい、つマジずるい。ずるいよ、それは。ダメだって、トンネルキャンパー。違うサバイバーも売って、ちゃんと。すごいぞ。チェイスして違う方に回るか？マジで？あれ人入ってんじゃない？おついさんが操作してんの？マジで。進まないよ、あそこにいるから。もう一回やるか、おい。おい、来いよ。おい、こっちゃまー！ごめん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 。おるんかい、そこに。完全にそこ行かせたくないやつだろうが。どうしたらいいのこれ。あ、近くにいるな、まだ。あそこを守っ、バンバンボーン。あ、一回帰ってきら。開けた。これ、あ、いや、いるわ。この間いないとかになってくれ嬉しいんだけどな。ただ単純にあれだ、音が聞こえないだけだ。まずはね、でもやっぱ一人目落としたいよね。わかる、わかるよ。どうしよう、もうでも食らってでもいいから奥行くか。行こう。ちょ、能面やめて。あの石見えただけでもあれか？赤マント来んのか？こっから先に進めねえよ。
なんだこれ。あ、こっちトイレか。あ、誰かいんのか。あ、3入り…いってぇ。3入りトイレに何釣り竿でもたらすの。やばい、来てる来てる来てる。あー、困ったね。ムカデ先輩、先行ってくれてる。ああ、ちょっと食らってるよ。マジで回復あるし。回復使って。ブトントン。どうしよっかな。まあ歩いてでも行けるけど、怖えな、いるんじゃねえかって。おい。おら。見つぶしてくれるわ。で、こっから上がって、はっ、なに？横切ってったよ。あとどこよ。何？逆に怖い、やめてそういうの。俺は聞いたな。ちょっと何？さっきは悪かったって感じ？あれ、他のサバイバーを追いに行ったな。雲いすぎだろう。でかいな、しかも。屋上に続く道と。細いな。なんだここ。わお。雲いるし。図書室だね。なんかあったりするのかい？結構でもスピードで移動してるんだな。いなくなった。あ、でも広いから。なんもない。ゆっくりさ。おい、中島、最近の自殺について聞いたが、あの子の担当、田中？ああ、小林の奴らにいじめられていたそうだ。本当に気の毒だよ。彼の手首を見たがどう見てもヤバすぎるだろ。まるで死ぬほど痛みを感じたかったようだ。担当なんてやってられない。おい、そんなこと言うな。とにかくあの子はその自殺事件のあの有名な政治家の子なんだ。その政治家の腕にも似たような傷がたくさんあったよ。そうだ。もしやそのいじめられっ子に関係してるんじゃないか。ニュースや自殺かどうかはまだ確認されて。知ってよ。横切ってんじゃないよ。全然読めない。移動早え、あいつ。自己認識持ってんの？脳面もくっついてったわ。セットなんだな。あ、でも前からちゃんと入ってきてくれる。
実際これ聞いてる間も奴ら動いてるわ、そりゃって。暴露。どうしたんだ中島、何か知ってるんだろう中島。何、奇妙な本、奇妙な本押したな。あっ、バカ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 、うんうん、ロッカー。もうびっくりしたぜって。奇妙な本が他にもある。雲、あった、右腕。お、やべ、いや、これむずいな。これ難しすぎるよ。今、肋骨、左腕でこれ右腕ゲット、脳、鼻、までゲットした?これ何?奇妙な本2個押したからここ入ったとか、そういうわけじゃないのか。なんだろう、来そうだな。え、あ、これしまった。あいつらどういうシステムだ?なんか鳴った。何か起こったらしい。何なんだ?ドア開けた瞬間にそう、右側で何か動いた、音してたね。ああ、いや、終われ。これね、おついさん耐えられないと思う。言ってきた。うん、来て、消えてる気がする。いや、嘘嘘。落ちた。ノーメインカミン。何を。よし、ノーメンが来てる間、逆に。来ないはずよ。こっちで音がしたんだけどな。なんか声小さくしても意味ねえんだけどさ。こっちか。中だな。あ、いや。正面から来られるときついな。外だろう。もう今のうちに撮っとくかな。あ、なんだ、全然違う。なんだ。期間。叫ぶな叫ぶな。どんな機関だ。せめて口のパーツを取った時にしてくれ。どこだろう。あっぶねえ、あぶねえ、貫通しちゃった。で、二つゲットした。ふぅ、ノーメン。
目の前、やっぱロッカーの中に入ったら手出しちゃいけないっていうルールがあるんだろうね。雲、はい、よいしょよいしょ、バイ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 、やべ来てんな。待って、サンがそこに転がっていたぞ。これ以上持てない。バケツ3のバケツ一回セットしに行って、チュ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 、ふぅ、うん、3のバケツどうすんだろうね。 OK、 あれを相手にぶっかけんの。くんもやめなさい。よし、あとどの部位があるんだろうな。現状なんか面白い井戸を話しかけてる、コインがないと会話成り立たないからね。クモはスタンバってるね。あ、眉間が、眉間がかゆ、よし、雲ダメだよ。お、ポータル、うまいことかわしてるぞ。あれか、機関のところが出てきたってことが、開いて、そういうことだね。さっき歩いてるときは見つけられてなかったから、そろそろ来そう。大丈夫？能面。うわー、ボーン、お互い目合ったな。全然なんかそのサムネみたいな顔してるんじゃなかったんだね。一瞬お互いにじーって見つめ合ってたわ。能面。あ、俺バール落としてたのか。釣り竿持ってったもんね。じゃあ3ゲットして、こっちも見たい。あぶれ、そう、栄養ドリンクある。よくもおる。倒した。いらないから、これは。この先のやつゲットしよう。ブルーゲートロック？クモ言い過ぎ。あー、なんだろう、3をこれで抜くのか？トイレのな、前から能面っぽい。
寝ろって。さあ、チュルチュルゲットしたから、また地形、ここダメだな。ここ入るとさ、あそこで角待ちしてんだよね。バケツをゲットして、バケツに移すかな。ずっといる。角待ちしてる、絶対これ。もうやめてよ。もう来いよ、じゃあ。いいよ、分かった、やろうぜ。ほらほら、来い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 。来んのかい。行って。バケツを。いった。食らいまくるんだけど、ちょっと待って。100円ゲット。こんな中に入って100円。違う違う違う。本当に。バケツで思いっきりバーンみたいな感じになったけど。まあでも体力は大丈夫だ。これは本来使うべきだったんじゃないのか。このお金をじゃあ井戸に持ってこうか。話聞きたい。井戸何なんだろう。3なんだけどね。よし。なかなかさ、うわあ！もうシックスセンスが、第六感が働かないよ。でっけえなー、マジで。お、またかーい。ドロン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 。あ、ちょ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 。おお、そろそろもうゲート開くからって、そうやって。ああ、ちょっと横切るんじゃないよ。おいおい、そういう感じ？いいよ。もうダメだってそれは。ダメだってそういうの。よくないよ。分かっててやってんな、マジで。おお、まあ大丈夫だ。そんな痛くねえな、クモは。どうしたらいいの？うわお！ぼく！あってー！てれってってん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 、バイバイ。あ、やべえ。違う。ビビって違うとこやってた俺。大丈夫、また大丈夫か。やるっけね。来いよ。来ないんかい。
そう、雲もいい感じに移動してる。100円持ってきたよ。移動。はい。どうも。ほらよ。あ。大い神だ。そういえば、そっちも集めてたな。何枚集まってる？あっちはあっちで。オレンジ色とかもあったけどさ、え？あ、ここであれか、紙拾って、うえー来てんじゃんやつ、こっちに。本当は4枚目だ。こっち来てんな。インディゴ、オレンジ、赤い、青い。いろんな言い方してるだけ。ポータル開いてんな。そうだね。この二つの使い道がわかんないな。三つか。必要になったら取りに来るみたいな感じかな。行ってない場所。あとは、向こうのね、反対側から降りられてきてないんだよね。後ろにいるのかな？え？よくない。痛いよ。大丈夫だね。蜘蛛の攻撃はそんな痛くねえな。近いな。で、上まで上がって、で、屋上が見えて、こっちでも行かないとか。ここが多分開いたんだよね。あ？で、何もないのか。なんもないのか。で、下降りられ、うわー痛い。あ、どっか行きなさい、まったくもう。怖っ。すいません、すいません、ごめんて。ちょっと体力やばいわ。あ、怖い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 。激おこぷんぷん。赤マンとアツシ君。あ、やべ。よし。届かねえじゃねえかよーっつって。こっち行って。ここ例の場所ですよ。あ、作っちゃった。まあ、いっか。この辺りはされてないから。あさるか。
ここやばいんだよな。よし。やべ。生まれるな、前から。ノーメインカミン、どうなる？こっち来る？うわお、君が宇宙に来るのかい！あーな！あ、ごめんって。あ、痛い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 。普通にめっちゃボコされる。おい、あ、意外と大丈夫。ひっと、ビシビシじゃないのよ。最高のタイミングで雲を踏むとやばいね。こっちは、あ、で、つながるのか、ここに。はいはいはい。おらよって。他どこにあんだろうな。ある程度ぐるぐるっと回ったような気はするけどね。釣り竿井戸で行けるかな。やってみようかと。その後の話聞いてないもんね、ホラー用で。まだ用があるんだったら。横品みたいな話なのか。100円渡したのにこう釣り上げて回収する。もしもし、ここだけの話、裏技教えてやるよ。何？赤マントを倒す方法がある。神社に虹色全部の紙を備えると神々からの贈り物を授かることができる。ご恩を祈る。へへへ。何？あ、ダメだ。あっちの集めてる紙ってことか。何枚必要なんだろうね。いるわ。結構いろんなこと教えてくれるんだね。あとは、あと一つだよね。そもそもあれかな、もう出られるのかな。外出られるんだったら、なんか校庭に植えるみたいな話なんだけど。大体見たよね。で、ここに出て、あー、俺バケツで無理やり汲んだってことでしょ、これ。
ほんの閉まってるとことが怪しいけどね。ここにヒントあったね。ダメージ食らいながら無理やり組んでおっ、うわあ！びっくりした。だっけ。雲、能面。どうしよう。あと一つがわからないね。これ最初の方だよね。ちょっと出られるか試してみる。いかないか。やばいやばい。だよね。消えた。頭ん中で行ったことない場所。おお。横切るんじゃないよ。あれだ、闇の力云々はそこにあるけど、そこがあれなのかな。揃えばダークパワーの場所を開けて同行できるってことは、やつを成仏させるのか分かんないけど、まあでもこれはもう使わずに終わった釣り竿がある。全部持ってくか。使ってないのか。鍵がある。ワオ。チェイスチェイス。前から来んな。なんでまだ行ったこともないとこのみんな話してんの、プールって。ダメだよ、見てないでしょうが。プール、学校にはプールがあるかもしれないけど、困るなぁ、ここの道がよ。一本道すぎてさ。こっちトイレでしょ。おお、なんかまで入ってくんの。おお、横切っていく。なんだ。うわあ、ちょっとダメ。あ、いた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 。おいた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 。ずいぶんとお怒りだね。ああ、体力が減り始めている。やめてー。困っち
ち合うな。よし。あー、ただいま。やっぱショートカットは作っといた方が良さそうだな。理科室前かな。行って。それでも俺行くぜ。あれ？意外と安全？あー、回復ねえかな。やだな。こっち。わお、こんにちは。トゥン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 トゥイエーイ、最初からでーす。マジか。失ったものはでかいな。まあもうほとんど覚えてはいるけど。